名前が風見雄二、住所は山梨県大里郡。山梨から来たのか、あんた。この町には何の用事で？大荷物背負ってどこかへ行く途中かい？それじゃあ引っ越し先の住所は？引っ越し先の住所も決まっていないのに引っ越してきたっていうのかい？君、何を隠しているの？そろそろ本当のことを教えてよ。馬鹿にしてるのか？じゃあ、風見さん、悪いけど、お背中の荷物の中身確認させてもらっていい？どうして？何か見られたくないものでも入ってるの？刃物とか持ってない？じゃあ立ち話もなんだし、警察署に行こうか。冷たいお茶ぐらい出すからさ、そこでゆっくりお話を聞かせてよ。そんな都合のいいこと言ってそのまましらばっくれる気だろ。だったらせめて自宅の連絡先を教えてよ。じゃあご両親の住んでいる実家の住所だ。まさか両親もホームレスだとは言うまい？本当に？やっぱり何か隠してるんじゃないの？警察署まで来てくれれば無駄な問答をしなくて済むんだけどね。今パトカー呼ぶから少し待っててくれる？そりゃ構わないけど。相手は誰？お友達？言えないような相手なのか？は？バカにしてるのか！警察か！どけこら！止まれ！止まりなさい！
邪魔だ。どけっつってんじゃろうが。犯人確保の協力を感謝します。そうもいかんのですよ。宣告の件も含めてできれば改めて署でお話を聞かせていただきたいのですが。もうそろそろ話してくれないか。そうやって黙ってちゃいつまで経っても帰れないぞ。誰かと待ち合わせをしているんだろ。さっさと話して終わらせた方がいいんじゃないか。おかしいことがないなら話せるだろう。いつまでだんまりを決め込むつもりだ。あのな兄ちゃん、誰に入れ知恵されたか知らないが、警察で黙秘したって何も得はしないぞ。ん？なんとか言ったらどうなんだ！なんだよお前は。だからそりゃもう何度も聞いたっつんだよ。調べたよ。
山田亜子の犯罪歴はなし、歩道歴も交通違反もなし、何かを表彰されるようなこともなし。ここまで綺麗な賞罰なしってのは変だろ。まるで誰かが細工したみてえに真っ白なんだよ。お前は一体何者なんだ。なんだそりゃ。警察に捕まったらそれしか言うなって誰かに言われてんのか。お前どっかのテロリストか。もういい、黙れ。なあ頼むよ、こっちの事情も考えてくれよ。さっきのひったくり事件の取り調べも進まないし、厄介なの捕まえたよ。まったく。はい、あ、お疲れ様です。どうかしましたか。はい、ええ。釈放だと。お疲れさん。それはこっちから聞いてくれ。それじゃあな。いやー、すみませんでしたね。こちらに連絡が行っていなかったようで。先ほどようやっとあなたの身元保証人の方と連絡が取れた次第でして、市ヶ谷の関係者なら最初からそう言っていただかないと。まさかまさかご冗談を。うちは天下の桜だもんですよ。掃除ですか。なるほどね、うまいことおっしゃいますな。さすがは。いやー、ですからね、そちらさんもそんなご存知かと思いますが、上があれですから、いろいろとややこしくてね。